では早速説明をしながら書いていきましょう。はい、平ですね。平は止まらずに一筋で一筆でいきます。こうですね。ここのところはちょっと細くなるような感じの音筆ですね。次いく、押さえる、でちょっと細くで、ここで押さえてから、それまたちょっと丸みをつけながら、そして太くして最後しっかりと留めるという書き方ですね。はい、次しは縦にまっすぐ、はい、そしても中心のところから押さえて、ここ角の中心取って、穂先角の中心取っていきます。ここで穂先は角の上を通っていって、こうですね。そしてで払って軽く入って横に行く。はい、はい、このようにして書いていきます。